は1年しか、行くことができませんでしたが、非常にいい経験をさせてもらいましたし、コンサドーレのチーム、サポーターがすごく好きになりました。1年間ありがとうございました。ありがとうございました。続いて小木選手お願いします。今日は、僕たちのためにこんなにもたくさんの皆さんが集まっていただいて、ありがとうございます。僕は2007年、8年、そして去年、今年と、J1 昇格、降格と本当にサッカー人生の中で素晴らしい経験をこのチームでさせていただいたと思います。まだこれからもサッカーを続けていきたいと思ってますし、この経験を財産にして頑張っていきたいと思います。今日は、こうやって皆さんと、しっかりご挨拶できることを本当に嬉しく思っています。本当にありがとうございます。ありがとうございました。続いて高原選手お願いします。今日はこのような素晴らしい会を開いていただき本当にありがとうございます。僕自身は8年という長い月日をここで過ごして、試合の出れない時だったり試合の出た時だったり怪我の時も変わらずの声援を受けたことを本当に感謝しています。僕自身もこれからもまだせっかく怪我から戻ったのでサッカーを続けたいと思っているので、これからも応援していただいたら本当に嬉しく思います。今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。続いて羽賀選手お願いします。7年間という、長いようで短いようで本当にお世話になりました。ありがとうございます。